Nagoya City. City. I love Nagoya. ここからは名古屋シティ I love 名古屋。私も大好きラブ名古屋のここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは文化の道種目館から開館15周年記念イベントに関するお知らせです。文化の道種目館では開館15周年を記念して技アートフェス in 名古屋2024を開催中です。技アートフェスは工芸家、画家、美容師、考古学者、歌手、ファッションデザイナーといったさまざまな技を持つ現代アーティストたちによる大展覧会。書道のライブパフォーマンスやトークショー、ファッションショーなど見どころ満載のイベントとなっています。期間は7月28日日曜まで。また7月17日水曜からは第井本為三郎展も開催。こちらは文化の道種目館を建てた井本為三郎の人物像に迫る特別展。種目館が所蔵している肖像画やメダルなどをご紹介します。開館15周年記念イベントについて詳しくは文化の道種目館電話 052-939-2850 052-939-2850 までお問い合わせください。なお開館記念日の7月17日水曜は入館料が無料となります。この機会にぜひ文化の道種目館へお越しください。 Next. 続いて SDGs セミナー持続可能な地球と私たちの未来に向けて渋沢栄一と SDGs のお知らせです。2015年に国連サミットで採択された SDGs は達成年である2030年まで残り半分を切り、持続可能な未来のために私たち一人一人ができることを考え行動に移していくことが不可欠です。このセミナーでは新一万円札の発行に合わせ渋沢栄一のひ孫にあたる渋沢十一氏を迎え、自然との共生、関わり方を通した持続可能な社会の在り方を考えます。持続可能な地球と私たちの未来に向けて渋沢栄一と SDGs は8月3日土曜午後1時30分から伏見にある五条ホールで開催。参加費は無料ですが参加には申し込みが必要で、締め切りは7月29日月曜まで。定員は300名で応募者多数の場合は抽選となります。申し込み方法など詳しくは環境局環境企画課電話 052-972-2293 052-972-2293 までお問い合わせください。 Nagoya City Information。ではここでミュージカルオズの魔法使い出演者オーディションのお知らせです。毎年地元の舞台関係者の総力を結集しお届けしている名古屋市文化振興事業団の企画公演。2025年の公演は虹の彼方にでも有名なミュージカルオズの魔法使いに決定しました。これに伴い8月に出演者オーディションを開催します。仲間と共に困難に立ち向かう旅の中で互いを認め合い自己を肯定する大切さに気づいていく、現代だからこそ伝えたいメッセージが散りばめられた物語を一緒に作り上げませんか。上演台本演出の横山清隆さん、音楽監督指揮の石崎真也奈さん、振り付けの山崎美幸さんなど全国で活躍するスタッフと共に舞台を作り上げるまたとないチャンス。今回のオーディションは演技、歌唱、ダンスとそれぞれの特技や個性を生かしていただけるものとなっていますので、ぜひご応募ください。ミュージカルオズの魔法使い出演者オーディションは8月10日から8月12日までの3日間名古屋市青少年文化センターで開催。応募資格や申し込み方法など詳しくは名古屋市文化振興事業団電話 052-249-9385 052-249-9385 までお問い合わせください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。ポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週木曜日もお楽しみに。